この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。皆さんもご存知かと思いますが、このミニ四駆、電池を使って走るおもちゃです。今日はこれを電池を使わないで走らせてみたいと思います。ワイヤレス給電を使います。ミニ四駆は車体の下の部分に電池が入っています。この電池を動力源として動きます。この電池はミニ四駆のモーターに電力を供給して、でこのモーターを回すと。このような原理でミニ四駆は動きます。電池を使わないで動かすには電池の代わりになるものが必要です。例えばこちらにある電源を線でつないでしまえば、それでも電池の代わりになります。そして電源から電圧を出すと、こういうふうにモーターは回り始めます。ミニ四駆を電池を使わないで動かす代わりに電線をつないで外部の電源から電力を供給する。そうすれば電池を使わないでもモーターは回ります。ですが電線のつながっている範囲内でしかミニ四駆は動きません。なのでワイヤレス給電を使います。電池がつながっていなくても動作可能です。ワイヤレス給電の一番身近な例としてはスマートフォンの充電器があります。ワイヤレス給電は基本的に電磁誘導の原理を使っています。左側の送電コイルから右側の受電コイルに電力を送ります。その際に電磁誘導の原理を使います。まず電磁誘導は何かという話から始めた方がいいと思います。ここに磁石を用意しました。超強力なネオジム磁石です。このネオジム磁石には N 極と S 極があります。 N 極から磁束が出て、そして S 極に戻っていく、そういう風な磁束の経路になります。磁石とは別に導線を用意しました。これです。たくさん巻いてあります。この導線の近くで先ほどのネオジム磁石を動かしてみます。そして磁石を動かした時のコイルの電圧がどういう風に出ているか、このオシロスコープで見てみます。オシロスコープには電圧波形が表示されています。電圧は 0V です。磁石をコイルのすぐ近くで動かしてみます。いきます。見えましたか？ちょっとコイルの角度を変えてみましょう。見えますか？オシロスコープに表示されている電圧が変化しています。このようにコイルのすぐ近くで磁石を動かすと、電磁誘導による誘導起電力がコイルの両端に出てきます。磁石から出ている磁束がコイルを貫く、これは鎖交していると言いますが、コイルに鎖交する磁束の数が変わるとコイルから出てくる電圧も変わります。ワイヤレス給電も似たような原理です。ただ受電コイルのすぐ近くでずっと磁石を動かしているわけにもいきません。なのでこちらの送電コイルに電流を流して磁束を発生させます。コイルに電流を流すとコイルの周りで磁束が発生する、これは皆さんご存知かと思います。ですが一度念のため確認します。ここに方位磁石と電源につないだコイルを用意しました。今コイルには電流は流していません。方位磁石を見てみると南の方向を向いています。で次に電源のスイッチを入れます。この方位磁石の方向がどうなるかよく見ていてください。はい、方位磁石の方向が変わりました。東の方向を向きます。今コイルに電流を流していて、磁束はこちらの方向に向かっています。電流を止めます。そうすると方位磁石は再び南の方向を向きました。次はコイルに流す電流の極性を変えてみます。先ほどとは反対の方向に電流を流すということです。もう一度電流を流します。そうすると方位磁石の方向はどうなるか、先ほどとは反対方向の西向きを向きました。磁束は先ほどの方向とは反対側のこちらの方向に向かっていることになります。コイルに流れる電流の極性を変えると、電流によって発生する磁束の極性も変わります。つまりコイルの周りの磁束が変化します。ワイヤレス給電を図で書くとこんな感じです。これが送電コイル、これが受電コイルです。先ほどは送電コイルに直流電流を流していましたが、ワイヤレスで電力を送るためには交流の電流にする必要があります。先ほど電源の極性を入れ替えていたのはこのためです。なので実際にはここに交流電源をつなぎます。送電コイルに電流を流すと磁束ができます。その磁束が受電コイル側に鎖交します。
先ほどは送電コイルの代わりに磁石を動かすことで磁束を変化させていました。それでも電圧が出てきます。例えば受電コイルの部分に LED とかを接続すると磁束が作動すると光るわけです。実際にこれをやってみたいと思います。ここに送電コイルとあとは LED 付きの受電コイルを用意しました。あとは電源も必要です。交流電源ですね。この交流電源を使います。送電コイルを交流電源に接続しました。ここにある LED を接続した受電コイルをこういうふうに近づけていけば LED は光るはずです。では実際に試してみましょう。電源を接続し忘れていました。必ずスライダックの電源は 0V にしてから電源に接続します。スライダックの電源を少しずつ高くしていきます。 LED は光りませんね。焦げました。先ほどの実験にはミスが2つありました。1つは電線が燃えてしまったこと、もう1つは LED がつかなかったことです。まず送電側のコイルが燃えてしまったことについてです。簡単のために送電コイルのインピーダンスだけを考えることにします。インピーダンスはどれくらい電流を流しにくいかを示しています。コイルの場合のインピーダンスはこの式になります。電源の周波数 F とあとはコイルのインダクタンス L に比例します。送電コイルに流れる電流は電源電圧割るコイルのインピーダンスになります。本当は受電側のインピーダンスも考える必要がありますが難しくなるので送電側のインピーダンスだけを考えます。今回作った送電コイルのインダクタンスはかなり低いですし、あとは周波数も商用電源の 50Hz、60Hz のものを使っているので、インピーダンスはかなり低くなります。なので大電流が流れてコイルが燃えてしまったわけです。二つ目のミスは LED が光らなかったことです。受電コイルに磁束が作動するとこの電圧が出てきます。受電コイルの巻き数と受電コイルに作動する磁束の微分に比例します。受電コイルの電圧を高くすれば LED は光るはずです。つまり受電コイルの巻き数を多くするか磁束の変動をより激しくする必要があります。先ほどの電磁誘導の実験では詳しく見せませんでしたが、磁石をゆっくりと動かす、つまり磁束の変化をゆっくりにすれば出てくる電圧は小さいです。逆に磁石をもっと速く動かす、つまり磁束の変化を速くすれば電圧の振幅はさらに高くなります。つまり電源の周波数を高くすれば磁束の変化も大きくなりますから、その分受電コイルに出てくる電圧は大きくなります。なので送電側の電源の周波数を高くします。高周波の電源を作る必要があるんですが、それは以前自作しましたインバータを使います。で周波数はだいたい 20kHz くらいに合わせていきたいと思います。先ほど使った電源周波数は 50Hz なので4000倍の周波数になります。インバーターに合わせて送電用と受電用のコイルも自作します。ある程度の電流が流せるように少し太めの線を使います。送電コイルと受電コイルを自作しました。受電コイルの大きさはミニ四駆の車体に乗るくらいの大きさに仕上げてあります。こんな感じで実験のセットアップをまとめました。これがインバーターです。インバーターは高周波の交流電圧を出します。インバーターの出力がこちらの送電コイルにつながっています。この受電コイルを送電コイルに近づけていきます。電圧は出てきますかね。ちなみに送電コイルの電圧は 30V 20kHz です。お、ちょっとしか出てないな電圧が。受電コイルを近づけていくと受電コイルの電圧は少しだけ出ているようですが、ほとんど出ていませんね。受電コイルの電圧は送電コイルの電圧の10分の1くらいしか出ていませんね。受電コイルの電圧ですが振幅でいうと 2V くらいしか出ていません。10分の1以下になっています。送電側の電圧と比べると受電側の電圧はかなり低くなっています。受電コイルの電圧を見てみると最大でも 2V でした。ですがミニ四駆は常に移動しているので電圧の変動がかなり大きいです。なので 2V だとかなり低いような気がします。
そこで受電コイル側の電圧をもう少し高くします。どうするかというと、受電コイルにこのキャパシタを並列に接続します。実はこんなこともあろうかとコイルの設計は割と真面目にやりました。受電コイルとキャパシタを並列に接続するとおおよそ 20kHz くらいで共振するような設計にしました。受電コイルの電圧は制限波状になっています。先ほどは 2V しか電圧は出ていませんでしたが、 20V も出ています。ちょっとモーターを回すには高すぎる感もありますが、まあこれで十分でしょう。送電コイルの上で受電コイルを動かしても電圧はあまり変動しません。車体の上にコイルを乗せました。もちろん電池は入っていません。いよいよお楽しみの時間です。電源は入ってるし、繋がってますよね。モーターの両端にかかっている電圧を見ていますが、電圧は十分高いのに、モーターは回りませんね。送電コイルから出てくる電圧は交流電圧。一方でミニ四駆に使われているモーターは直流モーターです。なので直流モーターに交流電圧を加えても回るはずはありません。回路に少し改良が必要です。受電コイルとモーターの間に全波整流回路を取り付けます。全波整流回路で交流電圧をこのような直流電圧に変換します。これで直流モーターは回るはずです。見た目はあまり良くありませんが、全波整流回路を作りました。こんな感じで改造しました。これが全波整流回路です。もちろん電池は入っていません。試してみます。いきます。コイルに近づけていくと、モーターが回ります。コイルから離すとモーターは止まる。コイルに近づけていくと、このようにモーターは回ります。どのくらい走るかを確かめてみます。コイルを置いて平坦にするために段ボールを置きます。コイルがこの位置なので手を離すと、パワーはかなり弱めです。送電コイルを2つ並べました。先ほどよりかは少し良くなるかもしれません。こんなもんですかね。車輪が回っている勢いを使えばもう少し長い距離を走れそうです。このようにかなり大きめの送電コイルを作ってその中を走らせるということもできますが、ご覧の通りかなりパワーは弱くなってしまいます。送電コイルの設計を変えてしまうと全体の設計もし直す必要があります。本当はミニ四駆のサーキットも走らせようと思いましたが、明らかにパワーが足りていないので諦めました。これについては次回以降の動画の課題にしたいと思います。ということで今日のスポンサーのアルティウムの紹介です。アルティウムは回路設計をするためのソフトウェアです。基本的にはプロが仕事で使うことを想定したソフトです。アルティウムはプリント基板設計の効率化に力を入れています。クラウド上に設計データを保存してチームでやり取りができます。もちろん回路レビューも OK です。一見チャンネルの視聴者限定ですが、アルティウムを 30% 割引で利用できます。もちろん永久ライセンスも含みます。
もしアルティームについて気になる事業者の方がいましたら、概要欄の方から無料体験版をぜひ使ってみてください。それでもし気に入ってもらえたようなら 30% の割引コードを使ってぜひ購入して実際に使ってみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。